ドライケルスの子ら、獅子の誇りを受け継ぎし若者たち、迫り来る嵐を前に何ができるか見届けさせてもらいましょう。
私の番です。マイル任せろや。お宝じゃねえか。
さて、飛ばすぜ。よろしく、バトルスタートですね。行くぞ。ミノ君、崩れた。全力します。これで終わりだ。俺の番だな。上等だ。私の番です。青き翼よ。さてと。はい。さてと。私の番、青き翼よ。続けてきます。俺の番だな。ミノクさん、早く今だ。行くぞ、アキラ。了解しました。上等だ。私の番ですね、青き翼よ。行きます。起動、フラグラッハ。俺の番だな。もらったぜ。行きます。ブリューナク起動、照射。いいぜ、もらったぜ。行きますね。そう、ありがとう。さてと。ブリューナク起動、照射。そこです。よく合わせてくれたな。一応頑張りました。お疲れ様。随分と見違えたじゃないか。それに劣らず見違えた黒うさぎくんに、健康的な雰囲気のピンク髪の子か。なかなか粒ぞろいじゃないか。もちろん彼女も含めてね。こちらテスバのシュバリエ。ラングドック北西には動きなし。代わりに彼らを見かけましたよ。え、どうだったかって。女の子たち3人が可愛すぎて思わず鼻血が。おっと、湿気。これからお迎えに上がりましょう。こいつと一緒にね。街に出るのは初めてだが、帝国では珍しい雰囲気の街だな。へえ、なんかクロスベルにある歓楽街っぽいかも。まあそれに近いだろうな。小劇場にカジノ、高級クラブなんかもある。またまたカイタとテイト、ジュライ方面を結ぶ交通の要衝でしたが、30年前の鉄道開通と同時に小劇場やカジノなども建てられて、
歓楽街となったみたいですね。そのあたりは仙台海援校の決定が大きかったようです。なるほど。するとこのにぎわいは乗り換え客もしくは観光客ですか？夜はまた違った客層だがな。昼と夜じゃ全然違う顔を持っている街だ。
こっちがメインストリートだ。昼は大した人手じゃねえがな。やっぱり本番は夜でしょうか。ますますクロスベルの歓楽街っぽいかも。あのワンコロ、相変わらずだな。おばはんって全然若いっていうか美人じゃん。それでいて粋で切符のいい雰囲気もあるというか。こっちは君か。いかにも生意気盛りそうだな。でもどちらもいい表情をされてますね。お袋も水商売で稼いでたし、食うには困らなかったからな。若い連中にしょっちゅうおごってたから、そこまでじゃねえが蓄えもあった。ま、感謝してるぜ。馴染み客に押し付けられたガキを文句も言わず8年も育ててくれてよ。そうか。ってことは引き取られたのは結構小さい頃だったんだ。6年前に亡くなられて、その8年前ということは3つか4つ。は
ろくに覚えちゃいないがな。俺に言えるのは面倒見が良くてどうしようもなくお人よしで、それでいて強い女だったくらいだ。飯まずで途中から俺が代わりに作るようになったのはご愛嬌だがな。そっか、いいお母様だったんですね、本当に。ちなみにお母さんは何が原因で？たちの悪い腫瘍だ。コロッといっちまったな。いつも人の面倒を見てた割には女神も見る目がねえっつうか。まつっても巡り合わせだろ。アッシュ、だからやめろって。いくらこの町が乾燥気味だからってそういうジメっぽさはいらねえんだよ。うまいこと言うじゃないか。そういえば峡谷地帯の中心だったな。ですがせっかくですし少し風を通していかれては。そうね、知り合いの人が掃除はしてくれてるみたいだけど。ああそうだな、ちょいとやっておくか。そんなあんたたちに耳寄りな情報があるぜ。ようアッシュ、本当に帰ってきてたんだな。灰色の騎士様にトールズ第二の坊ちゃん、嬢ちゃんたちもようこそラクウェルへ。
さて、飛ばすぜ。よろしくお願いします。強敵か、面白い。気をつけろ。行くぞ。上等だ。マイ、ミノカ、ハヤテ。はい。青き翼の。今です。モランちゃん。行きます。フラグラッハ、熱、今です。キャリ、シャラクセ、俺の番だな。ほら、やっと来やがれ。行きますね、青き翼の。俺の番だな。ミノカタ、ハヤテ、今だ。追撃します。私の番ですよ。行くぞ。はい、青き翼のチャンスです。もらっちゃう。さてと、ありがとう。助かりました。いいぜ、ほら、やっと来やがれ。崩れたぜ。続きます。行くぞ。引くだ。しゃらくせ。手当てします。ありがとうよ。行きますね、青き翼の。はい、今だ。追撃します。行きます、起動。俺の番だな。さあ、子供が来いや。行くぞ。行くぞ。俺の番だな。引くだ。任せろや。ほら、やっと来やがれ。チャンスだ。続きます。しまいだ。続けてきます。行くぞ。ミノカタ、ハヤテ、崩れた。追撃します。俺の番だな。もらったぜ。ありがとうよ。さてと、ブリュ。行くぞ。いいぜ、レッ。もう終わりかよ。各種ステータスアップです。よし、やったわ。まだまだこれからだ。さて、飛ばすぜ。よろしくお願いします。バトルスタートですね。行くぞ。ミノカタ、ハヤテ。行きますね、青。チャンスです。モランちゃん、俺の番だな。行きます。跳ねる。そんじゃま、次行くか。お宝じゃねえか。さて、
飛ばすぜ。強敵です。よろしくお願いします。かかったかい。行くぞ。や、俺の番だな。上等だ。私の番です。行くぞ。ありがとう。行きますね。打ちのめすぞ。クレイジーハント。私の番ですね。あまり見ないでください。バッキー。行くぞ。ミノカタ早く。今だ。フラガラハ、任せろや。ほらよっと、来やがれ。行きますね、青き翼に。今です。もらった。さすがはアッシュさん、お見それしました。本気で言ってんのか。どれどれ、確認するね。いいじゃんいいじゃん。それじゃあお礼を送っとくね。トレジャーを発見しました。We'll be right back.
行くぞ。行きますね、青木。いいぜ。上等だ。さてと。ありがとう。ありがとうよ。助かりました。かまっ、マイ、ミノクタ、ハヤテ、今だ。追撃します。見えた。ねえな。うん、宝箱か。
さあかかってこい。構えろ防御陣撤進。やっ、くらえ。前引くだ。くらえ。しゃらくせ。救護します。ありがとう。任せろや。もらったぜ。崩れたぜ。我が太刀は聖。見えた。私の番です。任せろや。上等だ。そこです。くらえ。撃ちます。打ちのめすぞ。クレイジーハント。さてと、起動フラグラッハ。そこです。やい。はい、青き翼のチャンスです。もらっちゃう。俺の番だな。見ろ、早く今だ。追加します。くらえ。救護します。ありがとう。俺の番だな。ほらやっと来やがれ。チャンスだ。一気に行く。お待たせ。任せ。私の番ですね、青き翼の。チャンスです。もらっちゃう。さてと、起動フラグラッハ。今です。深く。俺の番だな。行くぞ。突撃時烈火。行くぞ。飛空だ。崩れた。追求します。迷宮死す。我が太刀は聖。見えた。行きます。無流なく起動照射。くらえ。
俺の番だな。俺の番だな。私の番ですね、青き翼よ。いいぜ。上等だ。マイ、引くだ。行きます。無流の駆動、勝者。はい。青き翼よ。もらった。さあ、派手に踊るとしようや。おねんねするにはまだ早いぜ。ベリアルレイド。いい夢は見られたかよ。とっとと行くぞ。よし、掴んだ。成長しちゃいました。灰の騎士。はい、ストップ。それには及ばないよ。あの人はブレードに大型拳銃。まさかあの。遅い。こちらも行くよ。この乗り物は動力バイク。しかもあの赤髪の女は試練のバレスタイン。それにログナー校の息女か。覚えてもらって光栄ね。やあ、ニーズヘッグの諸君。1年半ぶりかな。ギルドの永久など相手にしてられるか。ムントニ王は戦域より離脱する。やあ。待ちなさい。結局何者なの？あんたたちが戦っていた正体不明の紫の両兵どもは。答える義務はない。だが貴様の想像通りかもしれんな。うん、大丈夫ですか？なんでもないわ。やれやれ、もう少し強引に締め上げてやればよかったわね。お二人とも助かりました。余計なお世話かとも思ったんだがね。ま、あの程度だったら鬼神を呼ぶまでもないでしょう。しかし君、背が伸びたわね。大人っぽくなっちゃって。この子の
本当にお久しぶりです。ちょっと不意打ちというか、お二人こそ見違いましたよ。こらこら、いきなりドキッとすること言うんじゃないわよ。卒業してそちらの修行も積んだみたいだね。凛教官のトールズ本校時代のと言っても私は7組の所属ではなかったが。アンゼリカ・ログナー、トールズの出身で7組の先輩だ。君たちの教官の一人、トアの無二の親友でもある。よろしく頼むよ、子猫ちゃんたち。やはりログナー家のご息女でしたか。お久しぶりです、アンゼリカお姉様。お知り合いですか。割と以前からのね。ミュゼ君、殿下やエリゼ君から聞いている。いやはや、ますます可憐かつ小悪魔的になったじゃないか。いえいえ、アンジェリカお姉様もますます凛々しく麗しくなられて。二人が知り合いとは思わなかったけど。まったく、たらしなのは相変わらずというか。ま、こっちもクロウサギ以外に見た顔がいると思わなかったけど。久しぶりじゃねえか。なるほどな、あんたが97の教官だったのか。え、知り合いだったんですか。前にギルド絡みでちょっとした縁があってね。それはそれとして、改めて名乗っておきますか。サラ・バレスタイン、旧7組の教官を務めていたわ。今は古巣である遊撃士協会に戻っているけど、よろしくね、新7組のみんな。久しぶり。その教官服も素敵じゃないか。さすが私のトアだね。もうアンちゃんってば。